プライマリーバランス報告論岸田内閣の緊縮財政が続く限り日本は再生できない週刊クラライテリオオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌「表現者クライテリオン」の藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です こんばんは、表現者クライテリオ編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。もうね、言うてる前に来週選挙になってきましたよね。そうか。うで僕、この選挙に合わせてね、まあ、いろんな言論活動を展開してるわけですけど、政策についてですよ、あの、どの政党に入れるか皆さんが考えればいいわけですけど、その時のね、軸はね、やっぱりね、財政問題で、でその財政問題をしっかり選挙の時に考えてもらいたいという思いで、この、 プライマリーバランス防告論という本をね、はい、この選挙に合わせて出版をしたんですよ、5年前に出版したやつの完全改訂版なんですけど要するにあの今、岸田内閣はねプライマリーバランス規律を堅持すると、はい、まあ言ってるんですけど、はい、でこれは何かって言ったらあの政府の収支を黒字化しますよという規律が、まあってそれがあると税収に加えて、えー、普通はあの国債っていうのを発行してね 銀行からお金を借りて政策を行うんですけど、銀行からお金、一円も借りませんと、い。う規律をかけようと、はい、まあしてるんですね。まあ、それを目標にしましょうという規律なんですけど、まあ、そんなことを言ってると、あの、必要な対策が全然できなくなっていって国が滅びますよと。はい、まあ、これがプライマリーバランス防国論。これプライマリーバランスを言ってると、政府が必要なお金を使えなくなって国が滅びるよっていうことなんです。で、はい、岸田内閣がこれをやると。 あの、減明してるんですね。これ、丁寧なことに、選挙の前の6月の骨太の方針の閣議決定でプライマリバランス検事の方針を改めてぶち上げていますから、はい、これは必要な対策はやらないと言ってるの等しいわけですよ。で、一応、まあ、あの、今回、積極財政派のね、あの、取り組みによって、必要な対策がやらないということがあってはならない。 ということを書かれましたっていうのは何回か前にお話をしましたけど、はい、まあ岸田さんはこの文言を、まあ、が無視しようと、決意を新たにされてるんですね。ねまあそれは、その、閣議決定後の鈴木財務大臣の発言からもですね、まあ明らか、まあ検証なんてする必要もないと、おいうことをおっしゃってるんですけどね。でもこれも全然無視しようと思ってあって、だから財務省の思いのままに動く、まあ、あの、ご自身でもおっしゃってましたけど、お財務省のポチ、 っていうね。あの、財務省の、まあ、犬というふうに僕は言われるんだよという情報をかつて提供してはりましたけどね。<ー>それはまあ、ご自身は否定されてましたけど、そう言われて、えー、はるんですね。それはもう、ご自身で言ってはるぐらいだから。はい、で、そうであると、その、プライマリーバランス規律を、があるんだから、もうあらゆる、政府支出を全部カタクに拒否していくはずなんです。その一発目が、消費税減税をやらないという、<ー>う宣言。 なんですよね。はい、これもすごい宣言してあって。で、ガソリン税の引き下げについても、やらないと。うん。いうことを、まあ、宣言してあって。で、今、この二つだけは、選挙前に一応言っとかんと、うーあだ、財務省に怒られるなっていうので言ってはるんですけど、はい、その他の支出に関しては、選挙が終わってから,やら、やらない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 と。まあ、言っていくに決まってるわけですよ。で、その結果、日本は、どんな地獄に落ちていくのかっていう話を、今日はこのプライマリーバランス防空論をね、まあ、軸にしながら。 お話をしたいなと思います、はい、はい。聞けばプライマリーバランス規律のヤバさがよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りします しています『週刊クライテリオン』藤井聡のアルガママラジオ今日のテーマはプラライマリーバランス暴国論岸田内閣の緊縮財政が続く限り日本は再生できないうんそうなんですよだから岸田内閣が緊縮財政を続けることが確定してるんだったらもうちょっとやめてもらうしかもう日本が再生する方法はないし岸田内閣が選挙後にねあやっぱり。 あの、プライマリーバランスって言ってたけど、やめることにします公約には書いてるけど、公約を保護にして、プライマリーバランスを無視して、えー、国民のために働くようにしますってね、まあ言ってくれるんだったら、はい、まあまあ、まあいいんですけど、うんうん、まあまあどっちでも、どっちでも僕はいいんですよ。あの、日本が救われたらそれでいいんだから。<laughs> まあ、あの公約の中にプライマリーバランスとは明確には、 ま、言ってないけれども、財政再建をやりますと。うんうん、しっかりやります。こう書いてあるから。それはもう事実上プライマリーバランスを守るって言ってるのが公約になってるんですよね。まあそんな状況です。じゃあ、プライマリーバランス規律、国債出さないっていう規律があったらどうなるかっていうのを一個ずつね、いきますと、はい、まず、この岸田インフレ、岸田さんのせいで起こってるこのインフレは終わることはないですね。そうですよね、うん。まず消費税減税しない。 ガソリン税も減税しない。で、あのー、いろんな物の値段が上がっている業者さんに対する給付金やるとは言ってるんだけど、その財源はすごい限られてますから、あのー、物の値段の抑制するほどね、しっかりとした物価高対策ができることは絶対ない。うん,うん。ということで、もうこれ確定です。あの、インフレの被害を日本人は丸っぽ受けます。で、あのー、ガソリンの価格が世界中で ま、引き下がっていったり、円安が、ああ、緩和されていくのを、じーっと待つように。でね、これインフレっていうのがね、問題なんじゃないんです。問題なのはね、インフレというものが今回は原因で、実質賃金が下がることが問題なんですよ。うん。これどういうことかっていうとね、実質賃金っていうのは、あの、物価を考慮した賃金のことを実質賃金って言うんですよ。はい。名目賃金って言ったらもらった、多分二20万もらったら20万円ってことです。 で、実質賃金っていうのは、あのー、例えば物価がね、ある時、まあ、からある時にかけて、えー、2倍になったとしましょう。はい。そしたら、その、物価が上がる前20万は20万円としたら、物価が全部倍になったら、その、その時20万だったらね、実際上10万円しか持てないのと一緒じゃないですか。うん。こう、20万円で買えるものって半分になるから。はい。だから、そうやってね、物価の、 が高くなったら安くなるのが実質賃金なんですよ。物価で割り戻すって言うんですけど、割ると出てくるのは実質賃金。結局、もらってるものが一緒でも、かかるお金が、うん。そうそうそう,そう、安くなっちゃうから。だか,か,からか実質的な賃金下がるよっていうことなんですよ。だからインフレが問題なんじゃなくて、実質賃金の低下が問題なんですよ、はいうん。で、だからね、インフレになってても実質賃金が上がってるんだったらいいんですよ。 例えば、インフレで物の値段が上がってるんだけど、物の値段は3%ずつ上がってるんだけど、賃金が5%、6%ずつ上がってるんだったら、うんうん、実質賃金はプラスになるわけですよ。はい。だから問題は実質賃金の下落が問題なわけで。うん、で、今だからどうなってるかっていうとね、名目の賃金下がってきてるんですよ、ずっとコロナのせいで。はいはい。で、デフレのせいでずっと下がってるでしょ、名目の賃金。で、かつ物価上がってるでしょ。うん、地獄ですよ本当に、<laughs> 使えるお金どんどん減ってって、 物価だけ上がっていって。地獄でしょですね。で、この状況に今、岸田不況はあるわけですよ。は<ー>で、これはね、この状況を変えるには消費税減税したら、物価が下がる、かつ賃金も上がるになるんですよ。うん。消費税減税をやったら。いいこと。うん、だからすごくダブルで効果があるので、うん、まあ経済学的に言ってね、ここで消費税減税しないのは、ほんまにバカなんですよ。<laughs> 苦しするぐらい馬なんですよ。うん,うん。っていうことで、でもそれがやらないので、この岸田不況がインフレをベースにね、はい、進んでいって、国民は地獄に落ちます。これが一つ。で、これプライマリーバランス防国論ナンバーワンですよね。それから今、暑いでしょ暑いもう。35度超え。はい。カニに,にしてちょうだいと。ねえ、しんどいです。対外にしてちょうだいと。うん、ね。こうなったらエアコンつけるでしょつけます。 で、でもエアコンつけるんですけど、これで停電になるって言われてまんですよ。ああ、言われてますね。うん、これなんでかっていうと、その背景にはもうこの10年間、原発動いてないでしょほとんど。はい。ほとんど動いてないですよ。うんうん、そし電力供給量ない。とにかくしょうがないから火力発電所を動かしてる。でも火力発電所ってこう、やっぱ数限られてますから、あのー、全部賄いきれないですよ。だから停電になるって言われてまんですよ。うん。か火力発電所作ってくれってこう言ってるんですけど、政府はどうしてるかって言ったら、 もう、あの、補助金とか全然、電力会社に入れてないから。電力会社は今ね、あの、火力発電所作れば作るほど、損をするような状況にあるんですよ。民間企業でしょはい、はい、電力会社って。その、大手の電力会社さんね。で、彼らが、やっぱり経営判断上、原発も動かへんから、もうすごい苦しいんですよ。で火力発電所も作らなあかんと思ってるんだけど、作ればもう、もっと損する。うん 赤字になって会社が潰れたら困るじゃないですかなんか火力発電の設備計画でずっとあったんだけど全部止まってってるんですよへ、えー、火力発電もないおいで原発も動かないおいでもう夏になってみんなあ暑いからエアコンつけるはい、はい、プチってもうだから都市全体のヒューズが飛ぶわけですよそういうことに今なることが予期されてるんですよねでこれを防ぐのには簡単で まあ、原発を動かしたらいいっていうのはあるんですけど、まあ、これ安全を確認してからやると。まあ、これはまあ、それがあるんだけど、それが進まなかったとしても、火力発電を作るときに補助金を出せばよかったんですよ。そうですよね。ずっと作ればいいんですよ。はい。これで、政府が出してる補助金っていうか、まあ、政府がやってる仕組みではね、あの、風力発電とか、火力発電はなんか進めてるんですけど、はいはい、これはもう全然ね、あの、容量が足らないので、この、エアコンをつけれるようになるとかっていう状況にならないんですよ。うん でも全然、全く無駄です、今のところ。えー、うん、全然意味がない。それでも火力発電が一個あった方が、全然いいという状況なんですよ。で、しかも今、オイルの価格高いでしょうん、うん、だから、だからより一層火力発電作りたくないってことにも<ー>なってきてて、ね、それに関しても政府がお金をちゃんと補助金を、ガソリンっていうか、石油のお金、えー、エネルギーのお金、それから建設費のお金っていうのを出せば、火力発電も作れて、で、こういうのを守れるはずなんですよ。 で、さらにね、これあの、今年の夏だけじゃなくて、今年の冬もやばいんですよ。いや、そうか。うん。だから今からやっても間に合わないんだとしてもですよ。はい。今年の冬のために、ちゃんとお金出さなあかんっていうことしなあかんんですけど、岸田内閣一円も出さない覚悟です。ええー。ー全く出さない。<laughs> ねえ、そしたら岸田内閣何言ってるかって言ったら、はい、ポイントをあげるのだあ、出た。<laughs> 節電をした国民には、ポイントをあげるのだいやもうね、ポイントはもういいです。 ね。もうそんな言いらない。ちっちゃい話でしょうね、もう下手したら5円とかですよ。5円とか6円の、数円の話。なんか最初は、なんかポイントってちょっとね、嬉しい気はしたかもしれませんけど、もう、もういい。もう、もういい。もういい。もう、メダカ師匠に言ってももういい。言ってもらいましょう。ね本当に。だって、それこそね、こんな暑い中、クーラーつけるななんてもう、おかしい話ですよ。 だから、岸田内閣はね、あの、建設のための、発電のためのお金を出すのは、プライマリーバランス規律上できないと。プライマリーバランス規律なんか守ってたかい言うてるんですよ。いや、そうですよね。だから、安倍さんとかね、西田さんとかは、最後の最後、骨太に、重要な選択肢、政策の選択肢が狭められるようなことあってはならないと書いたわけですよ。うん,うんうんうん。だから、今こそそれをやるべきなんですよ。 重要なせん政策なんとかあのその発電所の投資とかね、うんはい、インフレ対策とか、でもそれ、岸田さんは、それはやらなくても大丈夫なのだ、ポイントでいけるのだ、いけないです、<laughs> いけません、ん <laughs> でもちょっとやばいんですよ、岸田さん、本当に。<ー>でさらにね、これ、コロナ対策は、これ、コロナ不況で人がお金全然なくなってるのに、給付金全然配らないでしょ、うん、プライマリーバランス規律が大事なのだって言ってね、やらないでしょ。 で、もう、もっと広い意味で、この何十年も続く、デフレ不況対策も、消費税減税も、ガソリン税減税も、支出の拡大も、やらないでしょで、防災対策もやらないし。で、揚げ句の果てにですよ、あの、防衛、増やすのだじゃどうするんですか増税するのだってね、うん、思,思ってるんです。 あだ前も言ったかもしれませんけど、つなぎ国債って言ってね。はい、ありましたね、うんうん。あの、今増税するって言ったら選挙で票減るからよう言わんのですけど、はい、つなぎ国債でやるのでありまーすって言ってるんですけど。実質増税、うん。実質増税するって言うとなんですよ。だから結局ね、必要な政策をやるためには、増税するしかなくなってるんですよ。なんでー、うん。でも必要な政策は減税なんですよ。<laughs> うそうですよ。<laughs> だからね、あの、岸田内閣の緊縮財政が続く限りね、日本は再生できない。地獄に落ちるしかないんですよ。こんなね、ひどい、無ごい、優しくない政府はね、ダメ。ダメです。<laughs> ダメとしか言いようがない。本当にね、岸田さん、人に優しくなってください。ブルハーツの人に優しく。 『週刊クライティン藤井聡の「アルガママラジオ」ブルーハーツで「人に優しく」お届けしましたこれさっきスタッフに指摘されましたけど前も一回かけてるんですね確かかけた覚えでちょっと、ね、忘れてたんですけどまあ、僕の中でかなり重要な曲なんでねんなんことあることにまあ、今回ちょっと岸田さん優しくなってよと、はい、もう政府の役人ども優しくなってってい思いでこれ、まあ、かけたんですけど これもね、1987年、ブルーハーツの、インディーズの時の曲なんですね。あ、そうなんですか、うん、で、これね、しかもね、ブルーハーツですらない、河本ひろとがボーカルやってたなんとかってバンドがあって、うん、はい。その時のアマチュアバンドの曲なんですよ。へー、知らなかったです。そうなんですよ。で、それを、マシママサトシギターが聴いて、すっげー曲だって思ったんですよ。うんうんそれ、うん、で、バンド組もうぜって言ったらしい。へー。これね、 聞こえてほしい、あなたにも、頑張れっていうね、ここの、頑張れがね、はい。まの心にこう、まあ響いたと。うん,うん。いうふうに言われてます。これね、だから、河本博人ひろとが、まあそのバンドをやり始めた頃の気分なんでしょうね。別ねこれすごいわかるのがね、優しさだけじゃ、人は愛せないから、って言うんですよ。うんうんうん。だからね、わかってるんですよ。 コ本モトヒロトが仮にすごく優しくてね、頑張れって言ったって僕には人は助けれないって言ってるんですよ。<laughs> 優しさだけじゃ人を愛せないって言うんですよ。だから分かってるん分かってるんだけど、僕にできることはもう頑張れっていうことしかない。マイクロフォンの中から頑張れって言ってるってしかね。<laughs> だから、なんていうのかな。自分がろくでもない、全然力がない人間なんだ。でも僕にはこれしかできないから、これをやるんだっていうね。その、なんていうんですか自分の限界を、 知った上での、でもそれでももうできるだけのことをやろうとする、すっごい優しい気持ちですよね。うん、僕はね、河本博人っていうのは、僕はね、現代のね、宮沢賢治だといつも、僕は思うんですけどね、彼のね、死はね、宮沢賢治の死そっくり。んなんかね、多分心の形が似てるんですよ。止めどなく優しい。こういう気持ちがね、政府にはね、ほん 足りないんですよね。だって、河本博人が、なんで優しさだけじゃ人を愛せないって言ってるのかっていうと、人を愛するには力がいるからなんですよ。力。それをね、まあ、財力でもいい。あるいはその、守ってあげられる力で、パ、うん、ワー、ね。パワー。で、それの一番巨大なものって、この日本国家の中では、日本国政府じゃないですか。そうですね。 政治権力というものでしょうん、天皇陛下にすら認められてるわけじゃないですか。国権の最高機関を運営するわけでしょ政治というものはね、日本国内における最大最高の力なんですよ。だって警察権力もだってあるし、えー、まあ戦争、公選権だって自然権としてあるわけですよ。うん、戦争する権利だって自然権としてあるって言われてますからね。すごい凄まじい力があるん一方で河本博人なんて何の力もない。マイクロフォンの中で歌うしかない。うん、一方はもう、 警察だって、自衛隊だって、財務省だって、本当は全部自分の思い通りで、岸田さんなんて動かせるんですよ。岸田さんに足りないのは一個だけなんですよ。優しさなんですよ。逆のものは全部持って、それ以外のものは全て岸田さん持ってるんでしょ。でもね、このブルーハーツの優しさだけは彼は持ってない。それが悔しいんだったら、総理大臣になった赤月にはもう一回ね、人に優しくして、優しい政治をやってほしい。週刊クライテリアム、藤井聡のアルガママラジオ。 t b s 京都からお送りしていますではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、うん、今日はねまあこのプライマリーバランス報告論の本の話を通してねやっぱ岸田さんにはしっかり積極財政やってもらいたいしまあ逆に言うと緊縮財政を続けてたらねプライマリーバランスなんかつっと言って緊縮財政を続けてたら日本に未来は確実に訪れないと、うん、まあそんな話を申し上げたんですけどまあこういう話をねこれ こういう言葉じゃなくて映画で紹介するのがこの君たちはまだ長いトンネルの中。はい。なんですよね、はい。うんうん。すごいあの、直感的にわかりやすいですし、気持ちがいいです。見て、私あの、ちょっと見せてもらったんですけど。ね。これやっぱりもう僕らが今言ってる議論ってどっちかって言ったら世間的にはマイナーだけど、この映画の世界の中であざみちゃんというヒーローがもう僕とも同じこと言ってますから。はいうん これでもういろんな大人どももう結長も結長に論破していくと。<laughs> はい。これが気持ちいいですよね。で、そのお金の仕組みもすごい分かりやすいシーンもあったりするので。うんうん、ですよね。はい。で、これがあの、7月1日から、まあ、京都ではアップリンク京都、ね、これでやってますから。はい。で、大阪ではシアターセブンやってますし。うん、でね、このアップリンク京都、これ4日でしょ、今日。はい、日。実はね、明日ね、ナルせ監督とね、トークショーをやるんですよ。えー そうなんですかリンク京都で。うわわざわざね、なるさんね、京都来てくれてね。はい。これ、この映画についてトークショーをしてから映画を見ていただくと。ええーまあ、ぜひね、これ、もうすでにご覧になった方はもう一回見てみようかなとうん、うん。いうことでもいいですし、もうぜひね、明日の機会にね、まあ6時半からですから、まあ来ていただきたいなと。ぜひホームページもね、チェックしてもらって。そう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 。でね、これがね、まだね、決まってないんですけど、とりあえずね、あの、7日までは決まってますから、 はいはいはい。だから、あとちょっと数字しかないですから、ぜひね、行っていただいて。うん、また延期になる可能性も、こう、どんどんね、たくさん来ていただいたらどんどん伸びていきますから、うん、たくさんね、ご覧いただきたいなと思ってるんですけど。はいうん。だからね、これぜひね、映画ご覧いただくのと、えっとやっぱり今日の話、映画を見た後にぜひね、このプライマリーバランス報告論を読むとね、うん これまたよくわかるようになりますから、君たちはまだ長い飛んでる中の、こう、教則本として、はい。プライマリーバランス報告のこれ、読んでいただくとさらにいいんじゃないかなと、思います、はい。よろしくお願いします。はい。はい、そして表現者クライテリウの最新号も発売しております。うん、はい。ウクライナからの教訓ですね、うんうん。そうです。この中にね、この君とんの、あの、対談も、ナルセさんとの対談も載ってますから、うんうん これちょうどね、僕今映画シリーズでね。はい。前あの白石和也監督、古老の地の、あの白石和也監督との対談を前後で、ま、載しましたけど、ま、その2号連続で監督との対談っていうね。これからやっぱりね、映画っていうのはこう言論というか、ま、社会のこう動きの中ですごく大事なものですから、それをまたご覧いただきたいなと。 で、今日はね、ちょっとあんまお話できなかったんですけど、このウクライナの問題もね、こ岸田内閣も大変な国益基礎をね。いや、本当に。 そう、私もちょっと読ませてもらって。うん、あそうですかどうですかあの、うん、やっぱり、仲良くしないといけない国に、今言ってみればちょっと敵やっていうふうに見られてるじゃないですか。すね、だからもっと外交をうまくしていかないと、日本がどんどんダメになっていくなってすごい思いました、うんそうそう。だからね、外交っていうのは右手で殴り合いながら左手で握手したりね、するもんですから。<laughs> はい、そう握手もせんと殴ってばっかりやったら、それ向こう核持ってるんだよから。 なされるか分からへんと。そうですよ。そんなことを恐れちゃダメなんだって言っちゃダメですよ。だって、それは核打たれたらダメなんだから。うん、そう。<laughs> だから、だから外交っていうね、はい、その、握手する側面っていうのがあって、それは中国に対してもアメリカに対しても、アメリカも同盟だって言いながら、ある種どっかで牙を剥いておかないと、完全にむしり取られるだけで終わってしまいますから、うん、そうやってね、外交っていうのは多次元の連立方程式を同時に解かないといけないっていうね、難しい話に。うん まあなってるっていうのがやっぱりねウクライナからのまあ教訓の、はい、今最大のメッセージだと思うんですね。本当いろんな見方ができますから、はい、うんあのテレビだけじゃなくてこういうのをちゃんと読んでいただくとお外交問題に対する理解がね三つ四つねぐっと深くね理解できるようになると思いますので、それぜひねこれもご覧いただきたいと思います。はい、こちらホームページからは一割お得の定期購読もご利用いただけます。よろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。 メールアドレスは富士 e k b s k ットマーク k 京都です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さよなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。